ヒナとルシウスにそんな過去があった。ほう、なかなかやるな。それにあの娘、聖章の力を行使するとは。なるほどな。あの剣士の腕も確かだが、それ以上の脅威が潜んでいたとなれば、我が軍勢の惨状も合点がいく。神下ろしを急がねばならん。ヘカトンケイルのお力で、場合によってはこの島ごと。さあ、次は貴様だ。覚悟はできてるだろうな。けっけっけっ。今しばらく時間をもらおうか。あの世に行ってからならば、時間は余すほどあるだろう。死ね。そう流行るな。これからもっと面白くなるぞ。やったー！王をお守りしろ！げー！これまた大軍が押し寄せてきたわね！兄さん、一旦そいつから離れて。予定を早めるぞ。神下ろしを取り行うまで人間どもを足止めしておけ。我が一族の威信をかけて、今日という日に全空に住まう人間すべてを一人残さず消し去ってくれる。あいつ奥に逃げていきやがった。追うにしても雑魚を片付けねえと。待て、クソタレが。兄さん、まずはここを無事に切り抜けるのが先決だよ。そうだね、ここが正念場ってやつか。よーし、やるよ。神下ろし、嫌な予感がします。数を倒したからね。こっちだけじゃなく敵も疲弊してるはずだよね。でもあれだけの戦力を使って足止めするなんて、何をしようとしてるんだろう。神下ろしとか言っていたな。何かをするつもりなのは間違いない。さっきよりも聖少獣の気配が強くなっています。きっと神下ろしというのは聖少獣を権限させるための儀式か何かじゃないでしょうか。そうか。じゃあ暗き島に眠る光の巨人ってのは多分そいつのことだな。メネア王国のおっさんが恐ろしい聖少獣だって言ってたし、暴れられる前に止めねえと。光の巨人、新たな犠牲が出る前に止めないと。みんな先を急ごう。この洞窟は奥に進むにつれてどんどん迷路みたいに入り組んできやがるな。だんだん通路も狭くなってきて、なんか嫌な感じよね。この辺りは特に暗くてジメジメしてます。ルリアちゃん、ちょっと待っててね。へい。はい、私の魔力を貯めた魔法の灯火だよ。これで暗いところでも見えるから。わあ、本当に明るいですね。ティナさん、ありがとうございます。ふん、物陰に魔物が潜んでいたようだ。お手柄だ、ティナ。
みんな、怪我はありませんか？よし、奇戦を制して一網打尽にしてやる。ティナ、援護を頼む。兄さん、待って。数が多すぎるから狭い場所に誘導して一体ずつ倒した方が。皆さん、そんなところに隠れてどうしたんですか？ダメ、ルリアちゃん押さないで。誰だ今尻尾を掴んだやつは。ごめんなさい、石につまずいて。おい、押すんじゃない。ギャッチース。ギャギャギャ。人間殺せ。よし、こうなったら逃げながら考えよっと。何体か倒したけどキリがねえな。ごめんなさい、私のせいで。どんまいどんまい、こういうこともあるって。この辺でいいだろう。逃げながら削った残りを片付ける。わかった、援護するよ。よし、じゃあ私も行くよ団長。なんだかさっきからルシウスの剣技が鬼気迫る感じがするな。はい、すごい腕前です。やっぱりルシウスさんにも誰か剣のお師匠さんとかいたんですか？我流だ。幼い時から悪鬼どもを斬るためひたすらに技巧を磨いてきた。へえ、自己流にしちゃやるじゃん。俺の剣技、そうだな、俺の剣技だ。そういやよ、ルシウスとティナはなんでそこまでゴブリンを目の敵にするんだ？それは…ティナ、ここは俺が話そう。兄さん…ちょっと待った！その前にあそこの敵を片付けるよ！
ごめんなさいね。みんな、怪我はありませんか？俺がまだ塔にもならない頃、故郷の村がゴブリンどもに蹂躙されて滅んだ。俺とティナはその村の唯一の生き残りだ。え、マジ？そうなんだ。ゴブリンどもの追撃から母親が命がけで俺たちを逃がしてくれたんだ。そのおかげで俺たち兄弟は助かった。だがそのせいで母親も村の仲間も故郷の美しい風景もすべて失った。今でも夢に見る。二度とあんなことがあってはならない。それ以来俺と妹のティナはただひたすらゴブリンどもを滅するためだけに己の人生を費やしてきた。ひどい。そんなことがあったんですね。だから王の首は俺がこの手で取る。そうして初めて俺たちの人生が始まる。なんてこった、壮絶すぎる過去だぜ。こんなのって辛すぎます。二人がそんな気持ちで戦ってたなんて思わなかったよ。私空気読めなくてさ、気に障ることを言ってたらごめんね。ううん、フィーナちゃんがすごく明るい子で私たち元気づけられてるよ。こんな暗い洞窟じゃさ、私と兄さんだけじゃ気がめいっちゃうだろうし、だからフィーナちゃんも B さんもルリアちゃんも団長さんも同じ隊になれてよかったよ。ティナ。やっおい、気を抜くなよ。構えろ。ありがとう、二人とも。さっきの借りを返しただけだ。ぼーっとしてないでしっかりしろ。あ、皆さん見てください。この洞窟の先に何か明かりが見えます。そこから途方もない大きな力が流れ出ています。それにゴブリンの王様も。いよいよ光の巨人のお出ましか。フィーナちゃん、団長さん、頼りにしてるからね。任せなさい。ルシウス、王の首はあげるけど交渉は半分こだからね。奴の首を切り落とした後のことは好きにするがいいさ。ゴブリンキング、あなたは絶対に